日本一ついてない中学生ついてない陽一はある日ラッキーマンに変身する能力を身につけた。この物語は地球征服を企む数々の侵略者を相手にラッキーだけで戦い続ける愛と真実のスーパーヒーローラッキーマンの汗と涙と笑いの物語である。沖のカモメに深しも取られてついてね。見上げてごらん夜空の星を、あなたは今、あなたは今幸せですか？うう、私いつも幸せです。ついてついてつきまくる、それが私だ、ラッキーマン。ついてついてつきまくる、それが私だ、ラッキーマン。宇宙征服を企む謎の宇宙人よっちゃんの正体は元ヒーローの世直しマンだった。世直しマンはかつて史上最強の正義の味方のヒーローだった。しかし全宇宙ヒーロー協会会長選挙に敗れ、悪の道に進む決意をした。その強さに恐れをなしたラッキーマンはヒーローチームを裏切り、世直しマンの子分となった。世直しマンに立ち向かう者はいないのか。あれ、どう見たって勝利マンだよな。どう見たってな。いや違う。じゃーん。最後の決戦、最強の合体パワー。その実態は、じゃじゃじゃーん。やっぱり勝利マンだ。何がやっぱり勝利マンだ。相変わらず甘いぞお前ら。え、違うの？どう見たって勝利マンじゃねえかよ。ここよく見ろ。ん？どこ？はあ、ちっちゃく R って書いてある。そう、私は勝利マン R に生まれ変わったのだ。セーラーなんとかムーンみたい。羨ましい。私もスーパースターマン Z とかスーパースターマン V3 とかスーパースターマンブラックとかスーパースターマンブレードとかつけたい。でもなんで生きてんの？天才マンのカーでやられたんじゃなかったっけ？ご説明しましょう。あ、友情マン。てめえのせいで私がどんなにひどい目にあったか分かってんのかこら。水の中で息止められてくすぐられたんだぞ。よくも逃げやがって。違う違う、私は逃げたのではない。逃げたのではない。あの時私はよっちゃん、つまり世直しマンの要塞の中を偵察していたのだ。戦いに勝つには敵を知ることだ。うらあ。私は急いで指レンジャーのスーツを抱えて勝利兄さんと取り替えた。消火器というわけで兄さんは助かった。
そう、これが勝利マンガール誕生の秘話だ。はあ、まあとにかく勝利マンがいれば100人力だ。よかったよかった。待てラッキーマン、お前は私の好分になったはずだ。そうだっけ。何ラッキーマン、我々ヒーローを裏切ってこんな奴の子分となったのか。私との友情を踏みにじる気か。だって世直しマンが強すぎるほど強いって言うから、天才マンやスーパースターマンや会長じゃ勝ち目ないじゃん。死ぬよりは子分になった方がマシだ。なんだって。ならば俺が帰ってきた今、何も問題なくこっちに戻れるわけだな。何せ俺は絶対負けない勝利マン R だからな。天才マン、お前との勝負はまだついてない。その勝利に対する執念に私は負けた。勝利マン R、 君の勝ちだ。どうだラッキーマン、戻ってくるな。え、まあラッキーマン、私は裏切り者は殺す。特に裏切った子分はな。だよな。なーにラッキーマン、そんなやつ俺が倒してやる。え、さあ友よ、戻ってこいよ。それがラッキーマン。ラッキーマン。ああ、もうどうすりゃいいんだ。とにかく強い方につけばいいんだ。世直しマンと勝利マン、いってや、どちらが強いんだっけ。ラッキーマン。はい、私は強い、強すぎるほど強い。ということは世直し様。ラッキーマン。はい、みっちゃんのこと忘れたのか。みっちゃん。この戦いに勝てば、私の友情パワーでついてない陽一くんの時にみっちゃんとムフフだぞ。あ、そうであった。ずいぶん前の話なので忘れていたけど、みっちゃんとムフフ。もしかしてあんなこともこんなことも、いやいや、それは無理。勝利マン。おっと、おっと、いかんいかん。世直しマンの子分になった者に送る超豪華特典説明パンフレットを落としてしまった。世直しマンの子分になった者に送るパンフレット、お前にはもう関係ないけど、ちょっと見てみるか。ガガッ。うわ。今がチャンス。これが世直しマンの超豪華な子分の生活だ。全室冷暖房完備、 50LDK、 バス、トイレ、サウナ、プール、美人コンパニオン10名付き、お小遣い6億10円券。ラッキーマン、えらい、あんなインチキ臭いパンフレットによくぞ騙されずに。勝利マン、友情マン、君たちは間違っている。なに、これから宇宙は世直しマン様のものだ。悪あがきはやめなさい。世直しマン様。よし、いい子分だ、可愛がってやるぞ。ラッキーマン、あの野郎。ああ、いい、俺が世直しマンを倒せば全ては済むことだ。兄さん、行くぜ世直しマン。うん、お前など私の手を煩わせるまでもない。そうです、行け子分、行け子分、行けラッキーマン。え、僕、今私には子分がお前しかいない。ああ、そんな、何？ラッキーマン、お前の選んだ道だ、仕方あるまい。勝利マン、話し合おう。勝利マンさん、落ち着いて。そうだ、この茶柱の立ったお茶でも飲んで、ここは冷静になってね。どうぞ。うるせえ！さあラッキーマン、勝利マンをやっつけろ。なんでこうなるの。
は勝利マンと戦っても勝てるわけないし、しょうがない、ここは。おっとラッキーマン、突然寝転びました。僕は主に死んだふりしてるんではないでしょうかね。はい、ラッキーマンがここまで最低のやつとは思わなかったな。わざわざ宇宙まで応援に来て損したな。帰ろうか。ラッキーマン、俺はクマじゃないんだから死んだふりしたってお前をやっつけるぞ。しょうがねえな。戦わない者は私の子分じゃない。あっと世直しマン、戦わぬ子分のラッキーマンに怒った。親分として当然ですね。はい、このままじゃラッキーマンがやられる。見ちゃいられない。私も死に。剣を持った世直しマンの手のツボにツバーッと刺さりましたね。はい、痛い。でもどうして茶柱サーベルになって戻ってきたんだろう。ではなぜ茶柱サーベルになって戻ってきたかご説明しましょう。勝利マンによって宇宙に跳ねのけられたラッキーマンの茶碗はなんとラッキーにもラッキー星に当たり、よいしょ、またもやラッキーにも茶柱サーベルとなって戻っていったのでした。痛い。なるほど。あ、ラッキー様素敵、やっぱりラッキー様が一番よ。痛い、これは痛い。ラッキー様が世直しマンの子分になったのは世直しマンを油断させる作戦だったのよ。そうかしら。そうです、そうなんです。私の計算通りだ。はあ、痛い。世直しマンめ、まんまと私の作戦にはまりやがって、このチャンスを待っていたのだ。絶対嘘だよな。ラッキーマンがそんなに頭いいわけないが。もうラッキーなだけだもんな。何はともあれ世直しマンをやっつける今がチャンスだ。よし世直しマン、こっちは3人だ。私も戦う。4人だ。私を忘れていては困る。5人だ。私だって目立ちたい。6人だ。5人であろうが6人であろうが私の敵ではない。いや、よく寝た。お前は誰だ。我々の敵、世直しマンだ。よし、気分もすっきり、体力も回復した。ほら、師匠。兄さんたち、こいつをやっつけましょう。こっちは7人になった。当てるか世直しマン。どうだ、こっちは7人だぞ。すごいだろ世直しマン。ハイポーズ。アラキン、しつけえぞおめえら。いい加減にしろ。だいたい7人も8人も私にとっては同じだって言ってんだよ。とにかくこっちは7人だ。俺はお前に勝つ。天才にお任せ。みんな私の友達、味方がいっぱい。やらけん、努力して倒す。でも私が一番目立つ。でもまとまりあんまりないみたい。これ以上増えたら私は本当に怒るからな。うるせえ、やっちまえ。世直
分になっときゃよかったみたいや。こら否勝てる。私の考えた最大の攻撃を使えば勝てる。え、最大の攻撃、勝てる。みんなの得意技を合体させて。みんなの得意技、うん、ラッキーマンには不屈のラッキーがある。不屈のラッキー、そう。勝利マンには不屈の勝利への執念がある。不屈の勝利への執念。友情マンには不屈の誰とでも仲良くなれる友情がある。不屈の誰とでも仲良くなれる友情。努力マンは不屈の超努力がある。不屈の超努力。天才マンには不屈のズバ抜けた天才がある。不屈のズバ抜けた天才。スーパースターマンには不屈の目立ち隊がある。不屈の目立ち隊。それらの得意技を合体させて戦えば勝てる。よし、それだ。行くぜ、世直しマン。さあ、来い。いいか、みんな、最大の攻撃とは。うんうん、さすが会長。なるへそ。おい、お前ら。そしたら、わしが。舐めてんのか、お前らは。ねえ。おお、勝利マンが笑った。一体どんな攻撃が出るのか。おいおい、ついに巨大ロボットものになったぞ。これもラッキーかね。誰かうちの用事知りませんか。知らんかね。改めて行くぜ、世直しマン。さあ、見せてみろ、お前たちの力を。セブンヒーローズスペシャル、ビクトリー、ビー友情降天、ライトスペシャル。を合わせて一つの光線とすれば、その破壊力は計り知れないものになるのだ。この程度の破壊力では私は倒せないぞ。いや、師匠しっかり。今だ、ヒーローパワーで7人の光線と威力を何倍にもするのだ。ヒーローパワー。よっ、もう少しだ、頑張れ。お、見てきたぞ。死ぬ、ヒーローのボーイ。もう一度ヒーローパワー。仕方がない。こうなったろ。よ、な、惜しい。世直しマンは、あそこだ。え、ヒーロー諸君、今回の勝負は君たちが勝った。しかし、私は宇宙征服の野望を捨てたわけではない。
今度会う時は必ずお前たちを叩きのめす。楽しみに待っていろ。あの野郎、最後まで目立ちやがって。お兄ちゃん、これで地球に帰れるのね。これでいっぱい内職できるね。マセンコ、たくない、努力、友情、これから三兄弟仲良く暮らそう。はい。会長、え、私もヒーローとしてやり直します。期待してるぞ、天才マン。師匠、ポリアクマン、いつまでもあなたについていきます。え、まあお前がいれば不良少年に絡まれた時やっつけてもらえるからな。まあいろいろあったけど、とにかくラッキーだった。ラッキーさまやみっちゃん、やっぱりラッキーさまが一番素敵。おラッキー、何よラッキーマンよりついてないよ、陽一くんの方がうんと素敵よ。陽一、陽ちゃん、ついてないよ、一になんか戻りたくない。あんた中学生のくせにいつまで抱きついてんのよ。ちょい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 、ついてねー。何はともあれ、ラッキーマンのラッキーがある限り宇宙の平和はラッキーマンが守るであろう。ついてついてつきまくる、それが私だ、ラッキーマン。見つめてごらん自分の胸を、君にも見えるさ大吉マークが。ラッキーマン、ありますか。私いつも拾ってます、拾って拾って拾いまくる、それが私だ、ラッキーマン。ついてついてつきまくる、それが私だ、ラッキーマン。今まで